はい、皆さん、こんにちは。はい、本日はですね、10月の6日です。6日の日曜日を迎えております。まあ、日曜日ということでね、えー、また新しい週が始まりました。まあ、でもね、お休みの日なので、皆さんどうでしょうか。ゆっくりね、お休みされてます、といった感じですね。私は毎日一,一生懸命 YouTube 撮ってます <laughs>、といったようなことなんですけども。はい、早速なんですけど、今回のね、話題なんですけども、昨日もね、動画の中で、 いろいろ話をさせてもらった通り、えー、今現在情報が全然ね、このね、えーまあトンズラ夫妻というかですね、この風天夫妻に関しては、全然情報が入ってきませんよね。相当なですね、観光例が敷かれているというふうに考えられておりますけれども、まあ、そういった中でね、えー、昨日も動画の中でお話しした通り、 えー、小室圭氏についてはですね、昨日10月5日にね、えー、33歳のお誕生日をお迎えになりました、といったいのことだとか、もしくはね、えー、相棒というかね、はい、トンズラ M 子さんね、小室眞子さんにおいては、えー、今月やはりね、33歳のお誕生日を迎えられますけれども、この夫妻、えー、まあ揃ってね、33歳になり,なりますね、といった中でね、はい、えー、まあアメリカでね、 えー、この海外拠点を早く先に作ってくださいといったようなお言葉通りですね、風天の海外拠点ができちゃったといったようなこともね、昨日お話をさせてもらいましたけども、今言ったようにですね、全然ね、とにかくこのね、風天夫妻に関して情報入ってきませんよね。でね、私が今回注目させてもらったのは、小室圭氏の職務の内容で、えーまあ、よくね、週刊誌界隈だと、 なんかさ、年俸が4000万になりました。だとかね。えー、もしくは1億円も夢じゃないな。みたいなね。えー、ことがいろいろ言われておりましたよね。でも最近はね、何にも出てきません。で、そのよく、まあ、特に4000万ぐらいだ。みたいなことを言われていた時には、例えば日経企業に営業をかけていたんじゃないか。みたいなこともね。えー、それこそ何ヶ月か前には言われておりましたけど、最近全然出てこないよね。じゃあ、一体全体、この小室圭氏 何をやってるんでしょうかということで、私も昨日ぐらいからね、いろいろ、特にこのローウェンステインサンドラーのホームページ等をいろいろね、見てたんですよ。そしたらね、ある点に一点ちょっとね、いや、これもしかしたらこうなんじゃないかな、みたいなことを ちょっとね、感づいたので、まあ、それに関してお話をさせてもらいます。なので、えー、最初にね、お伝えしておきますけど、あくまで今回の動画はね、もう私もあんまりこういった想像だとか、憶測だけの動画ってほとんど出さないんですけど、あまりにも情報が出てこないもので、今回はあくまでも私の想像です。ただし、その想像もですね、ローエンスティン・サンドラーのこういったような情報に基づくと、 どうもやはりね、小室圭氏仕事をやっていたとしてもね、私はほとんどやってないと思いますけど、やっていたとしてもこの程度かなみたいなことが一応想像できちゃったんですね。そういったようなお話をさせてもらいます。まあ、あとはね、私の想像に、えー、聞いていただいて、あとは皆さんがどのように思われるかといった、そういったような動画ですので、ぜひね、最後までご覧ください。 はい。ということで、今言いましたようにね、えー、このローエスティンサンドラーのホームページ、いろいろね、探っていったんですね。まあ、そしてね、皆さんもよくご存知の通り、えー、小室圭氏においては、えー、俗に言われるね、えー、世界貿易と、ね、国家安全保障の部門といわれるね、ナショナルトレードナショナルセキュリティか、グローバルトレードナショナルセキュリティといった部門にね、属しておりますよね。でね、 えこれは前にもね多少なりともお話しさせてもらったことがあるんですけどもこのね国家安全保障の部門においてはまあ少なくても月に1本ぐらい多い時には月に123本ぐらいのねまあ俗に言われるニュースレターお客さんに向けてまあこういったようなレギュレーションが変わりましたよだとかね規則がこんな感じで変わったといったようなまあどちらかというとまあ既存のお客さんもしくは えー、そういったことにご興味のある方に、えー、今現在のアメリカでのね、えー、例えば法律がこうだとか、それがこういった感じで変わりましたといったようなことをニュースレーターで出してるんですね。で、この部門においても、まあ大体ね、月に1、2本ぐらい出してるんですね。で、この、えー、それぞれの出されているようなニュースレーターの内容を見て、えー、っとちょっと思ったことがあったんですね。それをね、具体的にわ、えー、かるのが、 特に先月9月に出されたようなニュースレーターなんですけど、それを今ね、皆さんにまとめてお見せしているような話です。でね、これ上からですね、9月20日に出された、まあこのクライアントアラート、要はお客様に対するね、注意喚起点だとか、あとはその前日にはニュースレーターということでね、出ているだとかね、でその下は9月の1日に、えー、やはりこの今現在コム圭ケも属しているシフィブスね、 えー、といったような部門、それに関するこういったようなね、コンプライアンス事項がありますよといったようなことでいろいろ書かれているんですね。で、これに関して気づいたというのが実はですね、えー、まずね、えー、この青い括弧で示させてもらってる分、これがもしかしたらこの小室圭ケがね、えー、その、えー、ローベンステイン・サンドラに入るということを見越して、えー、この人もね、今現在パートナーのこのドレンさんと言われる女性の方ね、えー、この部門のトップの方ですけども、 えちょうど同時期にえこのローウェンステインサンドラに、えーに、まあ、転職をしてきたのじゃないかみたいなことも週刊誌によって書かれてるけどそこら辺はどうかわかりませんけどねただ一つ事実として言われて、まあ、あの考えられるのはまずこういったようなニュースレーター必ずこの、まあ、トップだからということもあるんでしょうけどこのね女性のドレンさんの名前が出ていてそしてですね えこの K 小室ということで赤括弧の部分ですねコーションの名前は入っているんですね。で特徴がありましてまず一番上と一番下これはまあこのニュースレターとかそういった文面に関してね文献に関してですね、えー、この代表者であるこのドレンさんと コミュニケーションの名前が入ってるんですけど、それ以外はね、この2人を含めても、せいぜい2人とか3人ぐらい、要は非常に少人数の中で作られたような文献が掲載されているんですね。で、それと、えー、案範反してというかですね、その真ん中19日に出てる部分に関しては、もちろんこの2人の名前は入ってるんですけど、それ以外にもこの文献に携わっているという方が各、各ね、それこそ4人5人ぐらいね、一緒に連名で掲げられております。 これがねなんかちょっと特徴があったんですね。で、このねニュースレーターの内容をですね具体的に見ていくとさらに特徴が見えてきたんですけどどういった特徴かというとこのね2、3人で書かれているような文面に関してはなんかね非常に文面文献自体短いんですよ。なんかねそれこそ2段落ぐらいのねちょこちょこっと見れば見れちゃうような内容。しかもですねこれはあくまでも私の試験なんですけども 使われている英語の単語だとか、あるいはね、文面そのものを見てもね、なんかね、まあ私もね、あの、この英語を使っていろいろ仕事をしてきた人間なんで、なんとなくわかるんですけども、なんかね、えー、英語を母国語としているような英語には思えなかったんですね。要はどういったことかというと、英語を母国語としていないような人間が、これ書いたんじゃないかなと言われるような文面に私は見えたのですね。 もしね、こういったような英語にお詳しい方がいたら、まあ、このね、ローエンステイン・サンドラーが出しているような、特に今回ね、お示ししているような文献、読んでいただければなというふうに思いますね。特にこの9月、2つね、3つぐらい出てるんですけど、上のものと下のもの、要は執筆者がね、3名しか 出てないんですけども当然このドレンさんは代表者なのでこの方が書くということは考えられないわけですね。それ以外にじゃあこの文献誰が書いたかっていうとこのお二人名前が挙がってるうちのねどちらかっていうことでしょ。で今言いましたようになんかねえー、どうも英語は母国語の人に思えないんですね。非常に使っている単語も分かりやすい単語が使っている。 これはね、まあ、あくまでおそらくですよ。あくまでおそらくですけど、これはね、えー、やっぱり、えー、なんていうの英語が、ね、母語ではない人が作っている。すなわち、もしかしたらですけども、 これ二つともね、小室圭医師が作ってるんじゃないかな、みたいなことを私は感じたんですね。で、それに関しても今からね、詳しくお話をさせてもらいます。で、真ん中のね、この何人ものこの弁護士の方が連名で作られているものに関しては、文献自体もかなり長いし、結構読んでるとね、複雑というか専門用語も入っていたりしてね、なおかつこれ法律の専門用語なので、私が読んでもですね、一回じゃなかなかわからないとかね、二回三回読まないとちょっと難しいなといった 文面も書いてあるんですね。要は、英語は母国語じゃない人間がこういったような文献を作ることは非常に難しいかなといったような文献が真ん中、すなわちいろんな方が、えー、まあ、著者ということで出てるわけですね。多分これに関しては小室圭一は携わってないというふうに私は踏んだんですね。はい。でね、その先ほど言ったように、この一番上と三番目。 どうもなんか簡単だなと言ったようなことが、ちょっと二つね、お示しさせてもらいますが、次のページ。はい。で、これはね、以前も何回もお話しさせてもらっている通り、先ほど言いましたように、このドリーン・エム・エデルマンさんというね、もともとローエンステインサンドラーに、 転職してきた方なんですけどね。今現在はこの部門のトップということで、まあ、この方は非常にね弁護士、えー、業務にしても、えーまあ、素晴らしくてね要は非常に優秀な方だというような方らしいですけどねどうもいろんな週刊誌のね話等によるとこの人が小室圭司にいろいろね教えてるんじゃないかみたいなね、えー、この人が、えーまあ、後ろにいるんじゃないかみたいなことが言われてますけどねまあそれは分かんないけどねはっきり言ってさ こういったような優秀な弁護士の人が小室圭氏にね、最初見たときにね、どこまでまともに教えるかみたいなことをね、思えるよね。多分さ、こうやって何個教えてもこうやって耳の、右の耳から左の耳みたいなね、感じなんじゃないかなっていう、私は思うけどね。まあでもそんなことも言われてますね。まあいずれにしてもこの方がトップなわけだよね。はい。でね、先ほども言いましたように、特に9月に出ている2つの文献。まずその1つ目が次のページ。 はい。でですね、これがですね、まずね、9月の1日に出ているような、まあ、ナビゲーティングシフィウス、エンシューリングコンプライアンスサクセスイン、クロスボーダー M&A Investments ということで何を言ってるかというとですね、要は、要は特に国際的なですね、企業の買収、合併買収等、もしくは投資に関わるような 要はシフィウスに絡ぶ部分ですね。外国の、えーまあ、投資委員会がよ,よくレギュレーション等に、えーまあ、作るようなね、そういったようなことのコンプライアンス、すなわちね、法令遵守をしなきゃいけませんよ。こういったことを注意してくださいね。といったようなニュースレターなわけですね。まあ、それが9月のいつだっけ ?1 日に出されているんですが、先ほど言いましたように、執筆者が先ほどのね、ドレンさん代表者含めて3名だけなんですね。 で、この文面を読まさせてもらったんですけど、まあ、下にね、いろいろあの、文面が書かれております。で、えー、担当直入に行って、えー、先ほど言ったように、まあ、単語そのものもね、難しい単語が使われていないんですね。おそらく、こういったようなものを、えー、英語は母国語の方が作るとですね、まあ、それこそ専門用語がね、えー、まあ、あっちゃこっちゃに出てくるんじゃないかなと思うんですけども、そういったような非常な、非常にですね、 えなんていうのかな難しい専門用語はこの文献にはありません。というふうに私は言わさせてもらいます。私はそういうふうに感じました。で、どんなことが書いてあるかというと、えー、まあ先ほどのね、国際的な M&A、すなわち企業の吸収合併によるようなことにおいては、 まあ、いろんな問題がありますよと、そういったことに関して、この投資委員会のシフィウスが、いろんなレギュレーション、規則を設定しております。そういったような規則に関して、まあ、特にね、えーまあ、例えば、えーまあ、半導体だとか、まあ、そういったようなことに関して、気をつけなきゃいけないよ、みたいなことが具体的に書かれています。まあ、そういったようなことがね、書かれているんですが、えー、この文献に関しては、今お示ししている内容と、あとね、ちょこちょこっとね、あと一段落ぐらい、らちょこちょこっと書いてあるだけ。 非常に短いんだよね。誰がこの短い、しかもそんなに難しい単語を作って、使ってない文献を誰が書いたんでしょうね。私の勝手な想像ですけども、これはね、小室圭氏が書いたんじゃないかなというふうに思いました。勝手な想像だけどね。はい、そういったものともう一つご覧ください。はい、えー、これはですね、USTR、すなわちですね、アメリカ合衆国の通商代表部。ここがセクション301と言われるですね、 まあ、タリフ、すなわちで関税ですね。特に C 国、C 国から輸入されるような物品に関する関税の規則が変わりましたということで、えー、そういったことを、まあ、ニュースレーターの一部として出してるんですね。はい。で、これに関しても、まあ、今におし、えー、この黒板でね、お示ししている内容とあと少しあるんですけれども、非常に短いです。なおかつ、先ほどお話ししましたように、小室圭氏を含んだ3人の方、そして1人部が、 一人が代表の、ね、ド,レンドレンさんということでまあ、小室圭氏と、あともう一人のどちらかが書いたんじゃないかというような話なんだけど、この文章を見てもですね、まあ、やっぱりね、そんなに難しいね、専門的な単語が使われていないんですよ。で、なおかつね、えー、今言ったように非常に短いんだよね。まあ、今、内容としては今言ったようにね、えー まあ特にですね、C 国から輸入するような場合のそのね、関税率、これが変わったので、ぜひそういったことには注意してください。みたいなことが書いてあって、それが実際に9月の27日から施行されます。といったことが書いてあるわけですね。まあその内容としてはそれだけなんです。まあ、なのでこういったようなものをね、例えば何かしらのこういったような関わるようなね、それこそ政府の文献だとか、そういったものを引っ張ってくれば、多分簡単にね、1時間、 まあ、どんなにかかっても2時間ぐらいでできちゃうんじゃないかなというふうに思われるような文献と私はお見受けしたんですね。はい。で、今言ったように、まあ、あの、なんていうのかな。非常に短い文献で、なおかつ難しいね、ビジネスの単語が使われていないような文献。そ,のそこには、なんかね、小室圭氏と多分2人とか3人ぐらいの著書名の中に小室圭氏の名前が入っている。多分ね、これは、 かなりの部分を小室圭氏がこの文献に携わったのではないか。そしてこのニュースレーターとして、えー、掲載されているのではないかと私は踏みました。そういったことでね。で、どういったことかというと、単純ですよ。えー、先ほどから何回も言ってる通りね、文献短いでしょ。それこそ政府の文献引っ張ってきてですね、ちゃかちゃかちゃかっとね、これパソコンでバーっと書いてね、いや、これできましたよ。みたいなことで多分ね、1時間ぐらいでできちゃうんじゃないかなというふうに思いますね。そういったようなものを この先ほどの女性のね、えー、ボスであられるドレンさんが、はい、えー、小室くんやりなさいよみたいなことでやらせてんじゃないのかなと私は思いましたね。逆に言うとね、それぐらいしか仕事がないんじゃないの <laughs> っていうふうに思いますけどね。私はそういうふうに思いました。何回も言いますけど、こ,こんなね、文献だって多分ね、1時間2時間ぐらいあればできると思いますよ。しかも月に2本ぐらい出てるだけでしょ。そして、えー、前から言われている通り、小室圭史に関しては、 まあ月に2回出社してるというふうに言われておりますけど、それも定かじゃないよね。全然最近見られてないのよし、見られてないしね。そういったことも考えると、昨日も言った通り、多分出社もしてないんじゃないのみたいなことで、じゃあ何仕事してるのと言われれば、まずこういったような、ね、まあ誰にでもできそうな簡単な文献をね、まあそれこそ政府の文献を引っ張ってきてさ、ちょこちょこっとね、えー、まあ、 修正してですね。ま、加出してですね。出して、そのローウェンステインサンドランが出してるみたいなことで作ったんじゃないの多分そういったことぐらいしかや、やることないんじゃないのというふうに私は思いましたね。で、よくね、以前から言われていたような、なんか年俸が4000万円なんじゃないのもしくはね、1億円も夢じゃないみたいなこともね、まあ、ええ加減な週刊誌書いておりましたよね。あんなことに関してもですね、まあ、今回のこの文献を読むにあたってね、 多分仕事としてはこんなことしかないんだろう。しかもね、以前から言われていたような日経企業への営業、なんか最近それもピタッと止まりましたよね。営業なんかかけたってさ、その日経企業の担当者、法務担当者だって、ね、そんな小室圭氏をさ、顧問弁護士にする、ありえないでしょう。といったようなことで、やっぱりそういったような活動もなくなっちゃったんじゃないのじゃあ何してるといえば、せいぜいね、今回ちょっとご紹介したような、 まあ、こういった文献の整理だとかね、そんなもんなんじゃないのといったことを考えると、年収4000万。ありえんよね。じゃあ、その金は一体全体どこから出てきてるんだみたいな話になってくるんじゃないかなという気がいたしました。ということですね。まあ,あ、冒頭でお話した通り、私もあんまりね、こういったような想像に任せたような話はしません。ただね、えー、はっきりと言わさせてもらいますが、あくまでも想像なんですけども、でもね、ローエンステイン・サンドラーのホームページ等を見ていくとね、 多分だけど、彼に任せられるような仕事ってこれぐらいしかないと思いますよ。はっきり言ってね。で、唯一できて、まあやっていたのが営業活動なんだけど、でもそれも相手にされない。で、今は止まりました。でしょで、顧問先、顧問弁護士としての顧問先も当然ないわけでしょじゃあ4000万円払うんですか払うわけないよね,ね。で、やってる仕事としては、今回紹介させてもらったようなことを、せいぜいこの程度。 まあ、どう考えたって、はい。えー、まあ、アルバイト的な,おし的なお仕事ですよね。まあ、はっきり言って何ですかまあ、月給10万円ぐらいなんじゃない仕事としては。というふうに私は思いますけどね。で、どうしたら月給10万、そしてね、えー、何々年収120万ぐらいのことしかせいぜいやってないんじゃないのと私は読みました。ということですけどね。はい、一旦変えます。 はい。ということでね、あの、もしね、あの、英語に関してお詳しい方がいたらですね、特にこういったようなね、法律関係だとかね、そういったように携わって、で、なおかつね、英語をよくお使い、お使いになっておられるような方が、この私の動画ね、ご覧くださっているようであれば、ぜひね、えー、このローエンステイン・サンドラーのこのニュースレーター、ご覧になってみていただければなというふうに思います、えー。私が見た限りでは、今回ね、動画の中で話をさせてもらった通り、え何回も言いますが、 このドレンさんというボスね。これはボスは書くわけないんですよ。もう書き、監督立場ですからね。で、それ以外に2人とか3人でね、その文献が書かれているようなことに関してはことごとく短いんだよね。段落も2つぐらい。そしてなおかつね、専門用語がほとんど入っていない。いや、これはね、ネイティブじゃないよとね。英語は母国語の人じゃないよというふうに思わざるを得ない。じゃあ誰が書いたんでしょうか。仕事のない小室圭司。 な、多分彼はこれぐらいのことがしかないだろうな、といったようなことを想像ですけどもね、話をさせてもらいました。えー、ぜひね、こういったことをご興味のある方は、このローエンステインサンドラーのホームページご覧になってみてください。そしてね、えー、お気づきになった点があったら、またね、コメント欄で構いませんので、えー、皆さんのね、感想等も、えー、ついで、まあ、あの、一緒にね、えー、お書きになって、えー、いただければ嬉しいです。はい、今回もありがとうございました。バイバイ。